can to can nagi kundari. ヒヤッとしたかな。やっと会えたな、キリュウ。それと風間。 こそこそしやがって。しまん。寺田はん、あんた錦山裏切ってわしにつくふり見せてたけどな、そんな裏の裏まで全部お見通しや。ずっと見張らしてもろってましたわ。くっ、お前らといい錦山といい、ほんま脇が甘いわ。ガキは もらっていくで。お前らはここで島やけどな。島のよ。なんや、おめえさんも相当脇が甘いぜ。ああ、なんや、親父。遅えぞ柏木。へへ、もうすぐクリスマスですしね、屈強なプレゼントをお持ちしました。 柏木さんこそ。<笑>なんや、風間組はやる気みたいやな。よっしゃ、血の汗ぶらしたるわ。<笑>
これまでだ、シマノ。分かってる。カズマ、金を盗んだのは弓と俺と世良なんだ。100億は神宮の金だ。奴は東城会を使って闇の金を洗ってた。マネーロンダリング。そうだ、俺は奴を失脚させるためにその100億を、そして由美はその計画に志願したんだ。由美か。アレスに急げ、カズマ。由美が危ねえ。アレスに由美か。そうだ。それから、これは三代目の遺言状だ。終わったな。ええ、ありがとうございます。本当にこれでよかったのか。神宮と手を切るには奴が裏で溜め込んだ100億を取り上げて失脚させるしかありませんから。そうか。でもこのままじゃお前も危なくなるぞ。いっそしばらく身を隠した方がいい。おい、確かに島根や錦山あたりは跡目狙って動き出すでしょう。だが俺は東城会の三代目、逃げも隠れもするつもりはありません。お前、もしもの時のために遺言を預かっちゃもらえませんか。東城会の未来がそこにある。はい、カズマ、俺はお前に謝らなきゃならないことがある。許してくれ、カズマ。お前の親を殺したのは俺なんだ。ひまわりは俺が親を殺した。子供のための施設。いいんだ、おやさん。俺にとっちゃ、おやさんが本当の親父でした。